まあ、今回そのプロセス自体も見せていく展覧会じゃないですか。それこそオンラインでそのリモートで打ち合わせしている様子とかも出てきて、プロセスを見せるっていうのは、まあ、今までそれを良しとしない人も多かった。やっぱり完成されたものが全てだったから、途中なんかねこう失敗してるかもしれないし、なんかそれこそ完成させられなくて悩んでたりするかもしれないじゃないですか。そういうところをこうあんまり見せたくない。完成して自分が納得いったっていう形でのものを最終的に見せるからいいんであって、だけどやっぱり今ってね、なかなかこう隠せない時代にもなってるかなっていう。アートの役割って何なんだっけっていう、その自分を映してくれる鏡なのか、時代を映す鏡なのか、要はプロセスから学べるものなのか、もしくは何か人間が向く方向、一方向を見つける旅なのか、何なのか。の中でこう何を手がかりにするかみたいなのをずっと考えていて、こう見た目の庭園的なものを置くっていうよりは、その庭園の中で一番自分がその気に経験する時間の流れみたいなものが結構特殊だなと思って、彼岸とかその庭園の中の景色は実際の存在ではないので、隔たりがある映像世界への接続みたいなのと似たような裏側を経験するみたいな、固有のある特定の時間みたいな、定着した時間を経験するみたいな、でそういう経験を作れないかなっていうのを思って、映像物質化したいなみたいなことと、まあ、時間自体をこうプロダクト化したいなみたいな、単位みたいなことをそれぞれ縛られるので、いろんな時間の単位でこう相対的に見せていけるものにしよう、これをいろんな国に置いてみようかなと思ってたんですよ、まあ、特にその海っていうところが一つ地平線としてずっとつながってるっていうこともすごく素敵だなと思ったんで、まあ、それぞれの国のクルーズターミナルみたいなところに置いて連結し合ったらいいなって。螺旋の時間の考え方と位置がずれてることの接点が、結果これここだけの距離ですけど映像を飛ばして違うところに映したりとかしてるってことは、まあ、後々これが場所として移動しても連結し合えるってことを、まあ、少しでも感じてもらえたらいいかなと思ってます。なるほどね。視覚的なものってほら外側から与えるじゃないですか。割となんかこう外側から与えてる暴力性みたいなものがあって、でこれの場合は内側から引き出してるんですよね。ただ波に体を任せるっていうことで、すごい内側から立ち上がってくるものがあって、共感覚的な体験に変えた時にやっぱり最後にみんななんていうかな、人間なんですよね。生とか死を表現しようとしたりとか、なんか一生懸命自分の何かを伝えようとするみたいな、でも言ってることとか感じてることはやっぱり根源的に同じで、ここがなんか結晶化できた時、ピュアな意味でのアート性、視覚的なヒエラルキーの中では出てこないこう創作、だからやっぱり体験のアートっていうのはやっぱり存在しうるっていう話だと思うんですよ、体験って、まあ、いろんなものの要素で総合的な、その印象というか心象じゃないですか、なんか今はなんかそういうことが言えるゾーンに入ってきた気がするんですよね、まあ、それこそ、まあ、まさにバック東京フォースで言おうとしてたことっていうのが、実際に作品揃ってみてアーティストさんと話してみて、クルーズターミナルって場所でやってみて、まあ、本来であればものすごい人が往来してるところが今まだその人が使えないというか状態に、緊急事態宣言状となっていてっていう場所でディープにできたからこそ、その伝統の定義とかもしくはアーティストの力とか、やっぱり作品っていう形にするからこその意味とかっていうのはすごいなんか分かってる気がします。作品もその社会状況に当然影響を受けてるし、やっぱりこの状況下だからこうなったっていうのは確実にあるような気がしますね。だから逆にオープンした後にどういうふうに捉えられるかっていうところはちょっと楽しみだな。そうですね。